かもしれないけど、まっちゃん知ってるでしょ。2人前から知ってたんじゃないの？だってリブロ小泉じゃない？そうそうそう。え、マジで小泉なの？盗んだバイクで走り出す夜の大泉学園通り、気に入らないことだらけで家を飛び出したあの日の表裏、自由求めて開ける扉、街の匂いを嗅ぎに出た土俵日、もっと刺激が欲しくて無茶繰り返すやんちゃ盛り当時、教室中香るむせるくらい、体中振ったカルバンくらい、トリプル XL のワイシャツ、腰パンにブーツは血のついたティム、あそこの地元のあいつは乗ってる、あそこの地元のあいつが吹いてる、どこよりも俺らの方が吹けてる。そんな話が続くヒップホップ、後悔はしたくないから、今夜も探しに行く夢のかけら、吐きためからの叩き上げだとか、くだらない噂話だとか、この三つ編みや、このタトゥーや、この声、このフロー、この生き方、あからさまなあのディスすら、全部含めて俺なんだ。盗んだバイクで走り出す夜の大泉学園通り、気に入らないことだらけで家を飛び出したあの日の表裏、自由求めて開ける扉、街の匂いを嗅ぎに出た土俵日、もっと刺激が欲しくて無茶繰り返すやんちゃ盛り当時、たまり場だったあの場所を襲撃してきたのは他の学校、やられる前にやっただけなのに、また少年課でお説教、よその土地に飛ばされたやつや、施設に送られたまま会ってないやつ、お前と俺と血がいけてたかはお互い死んだら話そう、いつ頃からかなんか覚えちゃないが、ここから始まった全部が、後ろ指刺されても笑ってみせた、路地裏で光るダイヤ入り金歯、命がけで踏んだ山現場、その結果マイクを握って立つ今、 DO はラッパー、フートは練馬、たり前の話ストリートじゃ、ストリートじゃ、ストリートじゃ、大泉中だったのかよプロ、俺は桜中半分だけど、点が線になった裏事情、てか半分って何の話 DO、 あとの半分はザサってとこ行こうって話だけど、ほとんどますます合流地点はここなんて思いもよらなかったの頃、盗んだバイクで走り出す夜の大泉学園通り、気に入らないことだらけで家を飛び出したあの日の表裏、自由求めて開ける扉、街の匂いを嗅ぎに出た土俵日、もっと刺激が欲しくて無茶繰り返すやんちゃ盛り当時、盗んだバイクで走り出す夜の大泉学園通り、いらないことだらけで家を飛び出したあの日の表裏、自由求めて開ける扉、街の匂いを嗅ぎに出たの表裏、話だからさ。